瀬戸内、小島を舞台に激戦が展開されましたキングオブ SG 第31回グランドチャンピオン。波乱の順位を勝ち抜いた6メンバーがついに登場。いよいよシリーズの集大成、最後に本物の強さをファンの胸に刻み込むのは一体誰なのか。第12レース優勝戦です。1号艇には前本康和、2号艇には菊池康平、3号艇には湯川浩二、4号艇白井英二、5号艇峰竜太、6号艇松井茂。以上6選手の対戦、12レースグラチャンファイナルです。SGV2 へ最短距離です。白の枠番での登場です。1号手の前本、2コース圧巻のスタート力で攻めの姿勢を貫きます。2号手の菊池、3コースグラちゃんといえばこの人です。3号手の湯川、4コース最後はキャリアボデーの交換を施しての勝負です。4号手の白井、5コース先月のオールスターに続いて SG 連覇なるか、5号艇峰。最アウト6コース、 SG の経験値は言わずもがなです。6号手の松井、進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇枠なり、大時計12秒進、最後の回転です。 SG 第31回グランドチャンピオン第12レース優勝戦、 E コースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。4稼働0台踏み込んだ。4号艇の白井ですが、白1枠伸び返す。1号艇の前本逃げる、まくった。2号艇の菊池膨らんだ、打ち刺してくるは3号艇5号艇4号艇向こう正面ですが、押し切った先頭1号艇の前本康和。さあ2番手は2号艇3号艇4号艇沿って接戦で、その候補は5号艇ミネ6号艇の松井。一緒にコーナーの世界優勝戦スタートは正常。トップ世界1号艇の前本、2番手は3号艇ゆかが行く、ズバズバっと2号艇の菊池、さらには5号艇ミネ4号艇の下位でホーム着戦コースも、先頭1号艇の前本康和、2番手は2号艇の菊池康平、3番手は3号艇の湯川浩二、上田家は123、レースは西目の1コーナー、文句なしは先頭1号艇の前本です。2番手は2号艇の菊池、3番手3号艇の懐入るか、5号艇の峰ですが、3番手は3号艇の湯川浩二、上田家は123、その後方は5号艇峰4号艇の白井、最後方は6号艇の松井です。レースは西に枠の旋回と向かいます。先頭1号艇の前本康和、2番手は2号艇の菊池康平、3番手は3号艇の湯川浩二、上位の3名123、レースは3周目と移りました。勝負に出た4号艇次第0台前半のスタートだったんですが、こちらも0台でした。1コースから押し切った1号艇の前本、2番手2コースが攻めた2号艇の菊池、3番手は3号艇の湯川、上台系は123となっております。すでにベテランの域ではありますが、年齢を重ねるごとにどんどんアップデート、今節も安定した走りで巡ってきた白の枠番でしっかりと結果を残します。3回目のグランプリ出場がぐぐっと近づく SGV2、 そしてこのタイトル初、通算圧巻の127回の優勝目前、先頭1号艇前本、2番手2号艇岸、3番手は3号艇湯川、先頭1番前本康和、ガッツポーズ、優勝のゴール、2着1番の菊池、3着3番湯川ゴール、4番白井5番の峰、ラストは6番松井がゴール。以上小島対12レース優勝戦でした。優勝戦第12レースの確定です。1着1番前本康和、2着2番菊池康平、3着3番湯川浩二。以上でございました。